王家の信用を失墜させ、内乱を扇動することでアラバスタ王国の転覆を企てるバロックワークス。雨を降らせる粉、ダンスパウダーを使い王家が雨を独占している。そう信じ込まされた民衆は王家に不信感を持ち、いつ内乱が起きても不思議ではない状態になっていた。ビビはルフィたちと共に反乱軍の本拠地へ向かい、彼らを説得して衝突を回避しようとする。しかし本拠地だったユバの町はクロコダイルが起こした砂嵐で枯れ果て、反乱軍はすでに別の地に移動していた。一方、バロックワークスのオフィサーエージェントたちが砂漠のオアシス、レインベースに集結。いよいよ計画の最終段階として、マネマネの実の能力で国王に化けたミスター2が港町菜の花に火を放つことで、王家に絶望した民衆を反乱軍として放棄させるユートピア作戦を実行。そして同時に作戦の邪魔になる麦わらの一味とビビの抹殺を命じるのだった。それでこの先はどっちに進めばいいんだ？2年前の記憶はほとんど役に立たないし、この辺りの人に一度確認しておきたいところね。あんたたちどうかしたのか？俺でよければ話を聞くぜ。本当に？ちょうどよかったわ。あたしたちレインベースを目指してるんだけど、どっちに進めばいいか教えてもらえないかしら。へえ。ということはあんたたち、この辺は初めてみたいだな。そうかそうか、なるほどなるほど。いやあんたたち、最初に会ったのが俺でよかったな。どういうことだ？この辺りは悪い砂族の縄張りでな、砂漠に慣れてない奴はあっという間に奴らの餌食に。俺たちのこと呼んだかい？出た！砂族だ！早速かよ。あんたは後ろに下がってな。こいつらは俺たちがやる。切り替えのありそうな相手だ。竜巻！まだだ！もう気は抜かねえ。射水！火炎星！やるな。レディーが待ってるっていうのに、まったく野暮なやつ。ボーシャット！くさ！準備 OK！ 行く。
必要ってことね。それなら自由にやらせてもらうわ。サンダーボルト、ジェット！やるな。俺に任せろ。刀の鍵にしてやる。まったく手間かけさせやがって。ま、こんなもんか。シシシ、勝った。ん？おい、さっきの男の姿がねえぞ。あら、私たちの水と食料もなくなってるわね。ちょっと、どういうことよ。ひょっとして砂族の仲間がどっかに隠れてて、俺たちがこいつらと戦ってる間におっさんともども。みんな、食料の匂い東に続いてるみたいだぞ。よし、取り返しに行くぞ。俺の飯。ブーイ、そこはみんなのだろ。砂浜ね。砂浜？お前、砂漠を知らねえのか？こんなに大きな砂浜は見たことがないわ。どこまで続いてるの？いや、だから砂浜じゃねえって。